はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は高難易度喧嘩するほどが仲がいいやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでパーティー編成いろいろ考えつつやっていきますか。はい、ということで大才星君やっていきましょう。はい、大才星君なんですが人の力特攻確か入ったはずなんで今回めっちゃそれが刺さるはずっていうのと、攻略のヒントですね。バトル中に付与されるこれ読み本特本、まあどっちかわかんないんですけど、まあ熟読と浮世絵鑑賞が、味方全体で一定数貯まると付与されている味方は魅了になってしまうと。で、それを付与する状態と解除する状態が書いていて、付与に関してはエネミーの通常攻撃時に1つ付与、2回目のゲージブレイクでエネミーの通常攻撃時に付与される数が1個増加、そして特殊なスキルによって付与されることもありますと。で、味方だった場合、通常攻撃時に1つ解除し、弱体解除が有効だったりするらしい。はい、ということでやっていきましょう。まあ、とりあえずね、なんか未だにどういう風にブレイクすると何が発動するのかっていうのはあんま分かってないんで、まあうまいこといけたらいいなと思いつつ、ホグガン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 ぶん回していきましょう。はい、まあいろいろデバフやっていきますが、デバフとかバフの量めちゃくちゃ多いですね今回の やつ。はい、ということで、馬琴に関してはクリ発生率がダウンしています。代わりに回避が4回ついてるっていう感じですね。めんどくさいですね。で、北斎に関してはアーツ性能がダウンしている代わりに弱体無効と防御力アップが追加されているという形になっております。で、それ以外だと、こっちはクリー力が3ターンダウンして、通常攻撃時に、読み本特本熟読1つ解除の、浮世絵解除とかいろいろあったりするね。で、魅力だった場合7個以上ついてると魅了されるよというやつですね。で、あとは NP 獲得量ダウンとかが入ってるよという形になっております。で、まあどうしようかな。まあスキル封印とか NP 減少うまいこと活かしながらまあやっていきますか。はい、ということでまあいろいろ分回していくというのでよろしいでしょうか。よろしいですね。はい、スキル封印とかいろいろ活かしながらやっていきましょう。で、ショットターン、あ、よくよく考えたら回避ついてたじゃんって今思ったんだけど、大才星君って必中とかってついてたっけ。ついてないよね。うん、なので、北斎メインで狙っていきましょう。まあアーツチェーンとかうまいこと組みつつキャストリアの宝具でぶん回せたらいいなって形かな。これどれぐらいの火力出るんだろう。個人的にな、まあ黒聖杯とかいろいろやってるからいい火力出てくれると思うんですが、9200、あ、微妙に足りない。あ、頑張ってほしい。なんかこうなった時さ、なんか悲しい気持ちになるよな。もうちょっと頑張ってくれたらみたいな、もうちょっと頑張ってくれたらなーっていう、ああいうのがあるんですが、もう気にしね、とりあえずブレイクしていきましょう。で、ブレイクすると同時に、まあとりあえず大才星君の宝具も貯めていきましょう。で、基本ここはもうマーリンとキャストリア宝具ガンガン回しながら、耐久して回復して宝具貯めてドーンって感じだね。でも回避ついてるあのか知らん、もう放置や。本来だとね、あの回避いろいろ処理して殴っていくっていうのが一番マリとは思うんだけど、もう関係ないです。とりあえず弱体解除とかいろいろ入れつつ北斎ぶん殴ります。はい、で、次ですね。ブレイクしたから、はいはい、回避、お前も回避をやってくるのか。あ、けど一応この回避は解除することができる回避か。なるほどね。で、まあいろいろぶん殴ってるからあると。あ、で、忘れてたんですが、下っ側これですね。読み特本と浮世絵なんですが、北斎が攻撃するとアーツ耐性ダウン、馬琴が攻撃すると旧耐性ダウンすると思ってもらえればいいかなと思います。で、この回避は3回か。3回はチェーン込みでも全然関係ないね。
まあじゃあ普通に殴りますか。まあ今回チェインができるんでチェインしましょう。うわー、大才星君の宝具このタイミングですげえ打てたらよかったんだけどね。打てたらめちゃくちゃバフ入っていいねっていう形になってたんだけど、これやばい。多分ねライダーのクリ発生率アップはねシンプルにやばいんでね、できたらやめてほしい。うん、そう思ってる。で、攻撃力アップはまだ残ってるんで、ここチェインしながら飛ばしますか。一応2回1回3回、まあブチギレホーグされてもなんとかなりそうな気がするので殴りましょう。ブチギレホーグされてもなんとかなるっていう言い方良くないかもしれないけど、けどワンチャンブチギレて両方とも NP100% になったらなったらでちょっとやだな。まあブレイクしなくてもいいけど、あーこれはブレイクしないですね。まあ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 いいや。でここで多分キャストリアが溜まるんで、またここでチェインしてで OK かな。はいはい。でアーツでいろいろとやってきますが、まあまあまあ耐えると、はいはいはい、いいですね。あーただここどうしようかな。あーコマンド的にそうだね、大才星君で殴れたらそれでよかったんですが殴ることできないんで、ここは素直に殴りましょう。でついでに、回避、回避まだ残ってる？あーあと一旦で消えるらしい。じゃあもう北斎狙っておきましょう。もうこの適当感やばいな。絶対回避とか必中で処理すればいいのに、もうめんどくさいから北斎しか狙わんっていうね、もう固い意志ね。けど今回のねストーリー攻略でねあったのがね、ブチギレ強化が解除とブチギレ NP チャージがあったんで、どのタイミング、多分2ブレイク目したタイミングでねやってくるとは思うんだけど、やられないことちょっと祈りつつ。あークリティカルしないんかーい。またクリのやつやってきやがってよ。はいはい、もうまばらに行ってくれるといい。 OK、 まばらに行ってくれたからこれでどうにかなるね。でうわあーんんんー、まあこうしてこうしてこうかなー。でマーリンキャストリア、マーリンの方優先。いやぶっちゃけどっちでもいい感じはするけど、マーリンの方で。あけどホーグったら多分5万8000飛ばせたからあれだったな、バキンの方をメインで狙っておけばよかったかな。ワンチャン飛ば、あバキンの方狙っておけばよかったね。ちょっともったいない。あただクリティカルで NP がある程度溜まってくれたんでいいですね。でここはい、あチャージ現象とチャージアップしたな今で、なんかダウンした な、何がダウンした？スター獲得、スター減ったのか。 NP 現象とスターがなんか消えた気がするんだけど、なんかとなんかが減ってたね。ただこっち対粛清防御があるんでなんとかなるっていうのと、なんか北斎ブチギレて防御マックスになってたな。あーやっぱりな、本当にさもうチャージ2体、1体の時はさまだブチギレ防御されても何とも思わないんだけどね、2体いる時とかねブチギレ防御されると普通に負けるんでちょっと怖かったですね。はい。でまあ対粛清防御なくなっちゃったな、なくなっちゃったんだけど、ここも素直にバフってゴーするか。いやもうそれでいいよな。人特攻だったっけ君、どっちの、人特攻がアップでしょ、だったらこれでいいね。防御力アップ入ってるからな、ちょっとそれでどれぐらい出るのかっていうのは気になったりするんだけど、多分大才星君のバフの量的にいけると思うんだけどな。黒聖杯とかいろいろあるしなんとかなると信じて。でバキンも多分どうせあのこの宝具で倒れる。けどよくよく考えたらさ、バキン倒さないとデメリット、あけどそうか、結局弱体が食らわないから意味ねえな。はい、おおギリギリ残ったけどここでオーバーキルで飛ばせた、いいですね。はい、ということでバキンさんが残り1体となりました。でクリー力アップして旧体制ダウンとなんかダウンしたな、防御力ダウンが入ってるのか。はいはいはい、
これで対粛清防御が全員分消えたね。はい、消えたんですが、まあもう一回打てるんで打ちたいんだけど、あーこれどうしよっかな。ーマーリンの無敵打ち、いや、あー、いや、まあここは素直にこれでいきますか。でブレイクするタイミングで対粛清防御の代わりに無敵を打つ、うん、これでいい。ホグ打つ状態よりもチェインとか組んでこのやつをブレイクできた方が絶対いいからね。で呪いがある程度入ってるんで火力は出てくれてるんだけど、よしよしよし、とりあえずこれでいいね。1回2回、あー111とかで削ってくれた方が楽だったんだけどな。これは仕方がないか。でかつ、うわお、これはね、お前は英雄で無敵打っといて、ブチギレた時の、ブチギレた時ちょっと怖いんでね、やっぱそれを対策しておきましょう。でなんか攻撃力自体もあいつめちゃくちゃ上がってんな、やだね。これでどれぐらい飛んでくれるかかな。あ、これ飛ばせたね。オッケーオッケーオッケー。でここクリティカルしたらいいですね。よし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 、まあ、ここまで来たらもうイージーかな。はい、ブレイクして、わしの聞くこと聞かぬ。あ、スター解除しつつ防御強化状態解除したな。1個だけ防御強化状態解除されてるな。あ、なるほどね。そういう感じなんだ。っていうのと、俺今気づいたこと言っていいですか。俺画面比率間違ってる。この動画の画面比率間違ってます、先生。はい、あのごめんなさい。多分ね、うん、倍率が違う。フルスクリーンにして今マスターのあのターの字が消えてたんだよね。で俺個人として違和感ない状態でやってたんだけど、よくよく考えたら違和感があるという。あー、しかもその状態で魅力なっちゃった。やばい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 。あああああ、おお、ギリギリ耐えた。もうギリギリ耐えてくれたのは嬉しいんだけど、まあそれは置いといて、俺どちらかっていうと今ね、自分の中でね、あのがばったことをやったっていうのにね、動揺を覚えております。あー、まあまあまあ、今回はね、ちょっと動画の比率、もしかして前回から動画の比率違う可能性がワンチャンあるかもしれないんですが、もうちょっとそこだけは許してください。後でちゃんと修正しておきます。はい、で今回に関してはまだね、宝具打っても押し上がるので、こっちの方をメインで見つつ弱体解除して攻撃力アップして、耐災性組んでぶん殴ると。ただアーツ性のアップがね乗ってないんでね、火力が乗りにくいんですが、まあ、特攻である程度どうにかなると思うので、うん、まあ10万ぐらい出てたらまあ同じでしょ、同じでしょということで、もう殴っていきます。もうこっからはね、いかにクリティカル事故されないかっていうことだけなので、ちょっと怖いですね。まあ一回一回攻撃してくる分には別にいいと。はい、もういろいろもう全部打ちながら、もうこっから適当にコマンドを押しても勝てるよっていう感じでね、やっていきましょう。さっき魅了されたのマジで動揺してたな。俺の中で魅了の計算できてたから大丈夫だと思ってたんだけど、画面比率とかその他もろもろのやつが一瞬フラッてなんか流れた瞬間に全部消えちゃった。でここポイントなのが、連続で攻撃されるとワンチャン死ぬ、ワンチャン死ぬ。危ねえなー。怖いねー、本当に。普通にね、連続攻撃かつこれクリ発生率アップしてるんで、多分有利クラス取られたらね、マーリンクリティカルでもワンパンされるんじゃないかなっていう感じがしたので、まあ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 普通にできてよかったかなと。なんかあれだね、防御強化状態が1つ解除されるっぽい感じなんで、まあ2個ぐらい防御強化状態ちゃんとつけておいてぶん殴るっていうのがいいのかなっていう形ですね。まあちょっとね、今回の高難易度、まあ相手がね CT5 ターンということで、
まだどうにかなるかなとは思うんですが、まあ、難しい方はもうあれだね、レイジュとか切ってちゃちゃっと攻略するのがいいんじゃないかなと思います。多分今回の高難易度めんどいと思う。うん、なんかやってみた感じそんな感じがしたので、まあそこら辺は自分の手持ちと相談してやっていくというのでいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.